趣の説明を聴取いたします。近藤和也君。ただいま議題となりました決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨をご説明申し上げます。案文の朗読により趣旨の説明に変えさせていただきたいと存じます。有明海および八代海等の再生に関する件、国民にとって貴重な自然環境および水産資源の宝庫である有明海および八代海等を豊かな海として再生するため、有明海および八代海等を再生するための特別措置に関する法律に基づき、海域環境の保全および改善およびに並びに水産資源の回復等による漁業振興に関する取り組みが行われてきた。しかしながらその再生は道半ばであり、今後も引き続き有明海および八代海等における漁業振興に関する施策を強力に推進する必要がある。よって政府は有明海および八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律の施行にあたり、先事項の実現に万全を期すべきである。1、有明海および八代海等の海域環境の保全および改善のため、赤潮や貧酸素水害の被害防止対策、近年頻発する豪雨等に伴い発生する海岸漂着物等の除去および処理のための十分な予算を確保し、地方公共団体と協力して取り組みを推進すること。2、有明海および八代海等における漁場生産力の増進、水産動植物の増殖および養殖の取り組みを支援し、同海域における水産資源の回復と持続的な利用を確保し、漁業振興に関する取り組みを着実に進め加速化すること。その際、指定地域内の状況の違いに十分配慮すること。3、有明海、八代海等総合調査評価委員会の所掌事務の遂行状況の公表にあたっては、有明海及び八代海等における環境等の変化の原因、要因、再生の方策が分かりやすいものとなるよう十分に配慮すること、また国及び関係圏が行う調査の内容については、地域や季節によって状況が大きく異なる同海域の特性を十分に踏まえ、きめ細かな分析を行うこと、民意決議する。以上です。何卒委員閣議のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員。よって本件は本委員会の決議とすることに決しました。この際、ただいまの決議につきまして、農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣、野上浩太郎君。ただいまのご決議につきましては、そのご趣旨を十分に尊重させていただき、関係省庁と連携を図りつつ、今後最善の努力をしてまいる所存でございます。お諮りいたします。ただいまの決議の議長に対する報告、および関係当局への参考送付の手続きにつきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。